残りは10秒これワンテイク取れば確実じゃないですか。おお、スイッチ、スイッチ、あ、入りそう、入る入る入る、これはこれは、これは決まりそうだ。さあ、いけるかな、体が今の痛い、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 残り5秒、痛い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 、あと3分で、はい、攻撃した方の勝ちですもんね。ですね。今のところはこの2分で、はい、何もどっちかっていうと、おー、ボロです。おー、まあ、次の展開首投げが必要で、ここまた同じ、なんとかスペース作って逃げられるかどうか。ただ、おお、どうだ、当たった、当たった、さあ、打ってば斜め、膝入れた、パルクティから4つ打ちたいですよね。もう、ああ、もう引いたんじゃないか、ちょっと今、嫌がらせで、ミドルフック、出せるかどうか、はい、いったんだ、タックル、いった、切った、切った、切った、疲れた、疲れた、明らかにしんどい、面白い、さあ、これは、どちらに来るかわからないぞ。ということで、勝者は渡辺太鼓。いや、3発殴られても、殴って組んで決めるっていう覚悟が必要ですね。はい、どっかでね、やっぱり戦いなんで。はい。ドフェン選手、戦い。あー、このカーフも、あー、ちょっと効いてますね。足が少し効いた、もう、もうダメだ。あ、ミドル、もう反応が下に行っちゃってる。おー、あ、ただ組んだが、ちょっと右効いた、そしてもう一回右チャンス、そうそうそう、このまま打ってる、そう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 、ここも小手投げでもう早々に投げて、切って決める。はい、さあ、ここはヨヘナにとっても一つチャンス。さあ、体勢崩して、でも体幹むちゃくちゃ強いですね。すごいですね。山崎選手本当にいい選手で、パンチうまいんですけど、はい、パンチ軽いんですよ。あ、軽い。で、別にでもそれは悪いことじゃなくて、はい、その特性を自分でこう生かして戦うべきだと思うんですよね。山崎空選手が、3対0の判定で、勝利をしています。グラッテリングでも自信を持っているという選手です。この小林選手の思い切りはいいですからね。はい、ワンツーとね。おお、クリーカー、テイクダウンはそこまで、上手ではないんですけど、はい、寝技上手ですよ、ね。はい、ここイエーイ、右ストレート、これですよね、思い切りがいいですけどね、はい、なんかうまく、もう右、非常にシャープで鋭いパッチが来た、キックをかわして、ここ勝負、ここ勝負、千載一遇のチャンス、上手か、下からの三角が、おー、三角、いい感じで取ってきた、持ってんの、おー、ダメー、逆に入っちゃうか、さあ、どうだ、あー、どうだ、よって判定3対0、勝者青コーナー、小林亮平、三者フルマーク、文句なしの判定、小林亮平、パンクラスの初白星を飾りました。サミドル打った糸川、うん、ここはちょっと、まあ、こういう展開ですよね。ですよね、はい、お、右、さらに右フック、今ちょっとこう右利かされちゃったりとかすると打ち合いになる、はい、ただバーキック、効いちゃってる、効い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 てる、ここは糸川選手、右ストレート、ここに出した、いや、行った方がいい、離れた方が、右、さあ、ここ、そうそうそう、ここで、どうだ、チャンスだぞ、今のバックブローが影響するのか、さあ、それともでも頭に当たってない、小森でこれ、おお、ジャッジ泣かせ、残りは10秒、これワンテイク取れば確実じゃないですか。おお、スイッチ、スイッチ、スイッチ、わからない、割れるんじゃないですか、割れた、はい、ジャッジ中島29対28赤糸川、そっちか、糸川、最後のラウンドね、うん、まあまあどっちついてもおかしくなかったですけど、首抱えてますが、少し嫌な入り方してる、ええ、あ、いい感じの難しさ、いいんじゃない、これはどうでしょうか、入ってる、いや、入ってんじゃない、ええ、あ、入りそう、入る入る入る、これは、これは、これは決まりそうだ、まだまだ分かんない、あ、いった、おー、マウンド取れば、さあ、どうだ、ここでいったか、マウンド取れば、お
まだ面白いな。上田が上行きますが、ま、これ新藤選手行ったら勝てるかもしれない。十分ある。左当たったチャンス。さあ新藤チャンス。そうっすね、左フック、効いたのかバランスなのか分かんないですけど、ただこれで間違いなくダメージ的な部分のポイントが新藤に来るはずです。あ、最後にインパクトを完全に残しました。いいね、新藤やりきりました。30対27、青新藤、ジャッジ荒牧29対28、青新藤、勝者青は新藤源太。スプリット割れましたけれども、新藤源太が勝利をしています。まあ、少しこうフェイント気味に動かしておいて、左のジャブを出していきます。カフ、入っていく、左、お、左、来ましたが、ここ抱えられる。はい、さあ、足を持っていかれる。コントロールして。ここで一回足を剥がして、顔を剥がしたい、顔を剥がしたい、よしよしよし、はい、おお、ちゃんと戻りました。ユルサモのジャブがいいですね。はい、これボディボディ、うん、まあ、どうしてもちょっと上に行っちゃうんで、中間距離はサモンのジャブうまいから、アパー、そして右上がるんで、はい、同じ、いやー、いやー、もらった、同じ、危ないところ、カーフ、ナイスカーフ、ナイスカーフ、あ、でもカーフはちょっと今嫌がった、ナイスカーフ、さあ、いけるかな、かなだ、おお、来た、今のいったら、右上がってる、残り5秒、いけいけいけ、さあ、どうだ、右、左、いけいけ、さあ、パリンク、キューバー、右回転、すごい試合でしたね。ということで、3ラウンド三者ともにキムサンウォンにつけて、キムサンウォンが勝利。中田ザリッチはこれで連敗ということになります。